おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回は大紀元さんのニュースで、中国共産党地方政府財政逼迫か、公務員らに支給済みボーナスの返還を要求に関する話です。また後半では2020年米国大統領選の監査結果速報に触れます。不正選挙の実態が明らかになりつつあります。まずは中国共産党地方政府財政逼迫の話。昨日の動画でも後半で触れていたのですが、中国共産党地方政府が財政難に陥り、公務員らに支給済みボーナスの返還を要求しています。これとは別に軍人には支払い給与を増額したとの話もしていました。軍人の給与増額は今年の2月に報じられていたもので、人材の確保や流出防止のため大胆な財政措置に乗り出し、人民解放軍は軍人の給与を一気に 40% 引き上げると見込まれているとなっていました。軍人の給与増額に関する記事は日本語ではこれ以外に報道はありませんでした。軍人の給与増額と地方公務員のボーナス返還、財政的には逆の話ですが、軍人の給与は中央政府、地方公務員の給与は地方政府が支出します。財政難に陥っているのは地方政府の方で、上海市、河南省、山東省、四川省大庆市、湖北省、広東省の公務員らは、中国版ツイッター、ウェイボーで、ボーナスの支給停止、または返還指示を受けたと訴えたと報じられていました。以下、少しだけ記事を引用します。四川省鳴門市のネット作家、探索人氏は、約10の省の政府が、公務員に、ボーナスの給付を取りやめ、または返還を求めたという情報を得た。地方政府の財政が逼迫しているのが原因だと示した。中国の末端公務員と小中学校の教師の月収は、2000円余り約3万4200円から4000円約6万8000円となっている。ボーナスを返金すれば、公務員とその家族の生活は一段と厳しくなる。ウェイラジオフリーアジアによると、中国国内ネット上では、地方政府がボーナスの返還ができない公務員らに対して、銀行でローンを組んでから返却するよう求めた。江西省の旧江銀行は、すでに公務員を対象にボーナス返還ローンを始めたという。中国政府系メディアの報道では、昨年上半期において、中国の財政赤字が前年比で3割増え、地方政府の債務は3兆4000億円増加した。当局の発表では、31の省、市の一般会計の収支のうち、財政黒字となったのは上海市だけだ。李橋氏は、これが中国当局の指導者が倹約性を繰り返している理由だと指摘した。中国の行政区は23省5自治区4直轄市に特別行政区に分けられ、計34の一級行政区が存在するようですので、3分の1近くがボーナスの返還を求めたというのですから異常事態です。ましてや31の省市の一般会計の収支のうち財政黒字となったのは上海市だけとのこと。コロナ後の復興はどこへ消えたのでしょうか。党中央の高官、地方政府の高官は、末端の職員にはボーナス返還を命じても自らの報酬は死守しているのではないかと思います。止める者は困らず、貧しき者から巻き上げる。中国共産党に人徳を求めるのは叶わぬ願いです。旧勢力反体制派の資金源を断つため、中国企業の海外市場調達は党中央の許可制にし、締め付けを厳しくするそうです。軍人の給与は増額しているので簡単にクーデターは起きないでしょうが、地方政府から瓦解していき、中央政府へも影響が及ぶ可能性は高いと思います。今年度の国営企業や民営企業のデフォルトがどの程度になるかも要求し、中国共産党は経済の問題で内部から崩壊の兆しがより鮮明になってきました。話は変わって、米国大統領選の監査結果の件。ジョージア州フルトン郡で大量の不正集計の証拠が速報されました。フルトン郡の監査は手集計は完了していて、正式発表がいつになるのかを待っていましたが、この度やっと速報が発表されました。トータルニュースワールドの報道によると、ジョージア州フルトン郡からの
大きな新しい証拠、フルトン群の手集計監査でのエラー報告率はなんと 60%。 これには投票バッジの結果報告の重複が含まれるとのこと。ジョージア監査チームはそれぞれのバッジの票数を捏造した7枚の偽造監査集計票を発見しています。これは単にミスがあっただけではありません。監査チームは7枚の偽造された監査集計票を発見しています。ジョー・バイデンが59票、ドナルド・トランプが42票、ジョー・ジョルゲンソンが0票の実際の投票用紙の画像がバイデンが100票、ジョルゲンソンが0票と報告されています。またジョー・バイデン554票、ドナルド・トランプ140票、ジョー・ジョルゲンソン0票の7つの投票画像バッジ派は監査では集計用紙が改ざんされており、バイデンが850票、トランプが0票、ジョー・ゲンソンが0票と改ざんされていたのです。で、集計の監査結果に含まれていない票を含むフルトン群の郵便投票画像を200枚以上発見した。これらの異常事態はフルトン群の投票用紙検査訴訟に含まれており、フルトン群の平等保護とデュープロセスの憲法上の権利がどのように侵害されたかを示す追加の証拠となっています。ジョージア州有権者の憲法上の権利である平等保護とデュープロセスがいかに侵害されたかを示すものとして、フルトン群投票用紙検査訴訟に含まれているそうです。このフルトン群の監査は多くの州が視察に訪れており、きちんと監査がなされているとの評価を受けています。ジョージア州以外でも選挙結果の監査を実施する動きがあり、民主党側は必死で監査妨害を企てているようですが、フルトン群でこれだけ不正が明らかになれば続く州も出てくるかと思います。今さら大統領選の結果は覆すことはできないのかと思いますが、次の選挙で不正を許さないために必要な処置。多くの激戦州の州務長官が責任を問われる事態に発展するように思います。日本ではほとんど報じられることのない動き、今後も注視してもう少しまとまった時点で動画にして全容を明らかにしたいと思います。トランプ前大統領は健在で次期大統領選に出馬すべく準備を進めているようです。全米の共和党支持者からの熱烈な支持を受けていて、全米各地で集会を開いています。不正選挙問題は大統領選だけではないのです。来年の中間選挙において昨年のような不正を許さないようにするにはもうあまり時間が残されていないように思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、もしよければチャンネル登録してやってください。